人手不足と少子化をどう解決するのか、経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。中小企業の現実は酷なものがあります。というのも少子化の影響をもろに受けているからです。当社クライアントの中には何社か人手不足の企業があります。具体的には建築関係、建設関係、自動車関係などです。建築関係や建設関係は現場管理をできる人材がいればもっともっと仕事を受注できるが今は無理。自動車関係は圧倒的に整備士が不足しています。整備士さえいればもっと仕事を受けられるが今はこれ以上無理。まあ、この他にもですね、営業専任者がいれば証券を拡大できるんだけど今は無理。まあ、このような状況に甘んじているのが中小企業なわけです。そこで今日は少子化をどう解決するのかについて分かりやすく解説します。各社とも当然ね、採用活動を行っていますが、優秀な人材は大企業に流れていきます。それに加えて先ほど挙げたような現場管理や整備士という職業は人気薄というのが現実なんです。ただしあくまでも私がお付き合いがある範囲に限ってのことなんですが、建築関係でも外壁塗装とか板金などは若い人材の採用に成功している企業があります。一方大工、水道工事、土木などは、まあ、厳しい、ね、状況にあるようです。いずれにせよどんなに高い技術やスキルを持っている企業でも若い社員を採用できなければ企業を存続させることは無理です。この人手不足が招く一番の危機は、社員が一人でも欠けてしまうと業務に大きな支障をきたすことです。このような状況の中、社員はどんどん疲弊していきますし、組織の活気もなくなっていきます。で、結果さまざまな問題が起こったりクレームが発生します。ですが根本的な解決には至らず、もぐらたたきのような状態になるわけです。緊急性のある問題を表面的に解決することに終始してしまうんですね。まあ、ですからね、また同じ問題が再発するというね、まあ、悪循環といえば悪循環です。さて少子化の現状をお伝えしましょう。一人の女性が出産可能とされる15歳から49歳までに産む子どもの数の平均を合計特殊出生率と言います。人口現状維持するには 2.07 が必要なんですが、2019年日本はわずか 1.36 です。まあ、これでは人口は減少してしまいます。厳しいことを言うようですが、合計特殊出生率が 2.0 になるまで数十年かかり、人口が下げ止まるまで数十年かかり、増加に転じるまでなんと100年以上はかかるって言われてるんですよね。全社挙げての求人活動、採用活動をしなければ会社を存続させることはできないっていうのが分かったでしょうか。これが日本の少子化の現実なんです。このような状況の中、当然若手人材の奪い合いになるのは必須です。あらゆる業種、職種で外国人労働者の雇用を考えなければ日本の企業は成り立たなくなるでしょう。それに加えて日本人の仕事に対する意識の、ね、この低さ、先進国の中でも、もう最下位と言っても過言ではないんです。そうなると外国人労働者がやる気もモチベーションも高く、素直だから採用したいという企業も多くなるのではないかと、まあ、誰しもが、ね、予想できるわけです。まあ、純粋な日本人のみの企業っていうのはね、大変少なくなっていくでしょう。少子化による人手不足を短期間で解決するには、やはりロボット化とか AI 化、またはね、小売であれば無人店舗だとか、あとは自動運転、まあ、そういうことがもう非常に重要なこととなってくるわけです。またクラウド会計とかオンライン営業を導入することによって、それに関わっていた担当者をね、減らすことも可能なんです。その他中小企業の中に、まあ、未だにですね、本格的な IT 化、デジタル化すらされてない企業もあります。これも人手不足を解消できない原因の一つになっているんです。まあ、DX ですね、デジタルトランスフォーメーションが声高に叫ばれている昨今、これを機にですね、本当にデジタル IT の社内改革に着手してください。
今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。